アホネちゃん、アホネちゃん。はい、散々今まで世界征服を目指してきたけれど、とうとう最適解を見つけることができた。もう何度も聞いた歌い文句やな。毎回全世界に宣戦布告したりするから。そう、今回はその部分を見直した。マジか。毎回全世界に宣戦布告をしていたけれど、もしかしたら日本では難しいのではないか、そう思った。かなり遅い気づきやけど、ようやく発見できたんやな。漁夫の利を狙いまくればいいんだなって。ベクトルずれてない？ということで、今回はいつもの日本をプレイ、さらに全世界が勝手に争い合うバトルロイヤルな世界となっている。戦国世界や。我々もその乱世の世界に身を国家を置き、他国同士の争いに水を差して漁夫の利を狙う。あんま褒められた行動ではないけどな。全世界に宣戦布告せず、さらに他国の背後を強襲するこの作戦、通称漁夫の戦術。これならばきっと世界征服することができるだろう。汚い戦術やな。よくそれで誇れるわ。ということで早速始めていく。まずは平時だけれど、前回兵士の数が少なくてあえなく敗北したことを反省。うんうん。そこで1師団を1万人程度の兵士に収め、大量に配備。いや少なすぎるやろ、さすがに。彼らの名前は玉砕隊。人員も装備も補充されることはなく、ただひたすらに攻め込む部隊である。人使い荒いとかの事例やないんですけど。普段だったら満州の滅亡する様子を眺めるのだけれど、この世界ではまず満州と戦うこととなる。確かどんな国も隣国と強制的に争うことになるんやったな。イエスアイキャン。違いますね。今回はそんな満州との国境には最低限度の防衛隊を配備だけして、私は外へと攻め込むこととする。なるほど、そうやって漁夫の利を狙うってわけやな。珍しくちゃんとした戦略やん。きっとこれなら世界は私の前にひざまずくであろう。思考が大魔王なんよ。それでは早速開戦。いろんな国家がいろんな国に攻め込み出したわ。世界は未曾有の混乱に陥っている。うへへ、嬉しそう。まず我らはアジアを脱し、サウジアラビアと戦争状態にあるオマーンに侵攻。なぜにオマーン？これから私は欧州に進みたいからね。特に理由なく欧州なんやろな。イエスアイキャン。うるせえな。それでは早速上陸作戦を仕掛ける。よくここまで海軍届いたな。進めばいずれ到着するだろう。燃料って概念を持ち合わせてない？今後はこのオマーンを起点に欧州に攻め入る。目標は地中海の勢力である。お、上陸成功や。どうだ。取ったのオマーンですけども。オマーンはサクッと攻め落とし、講和会議に。講和会議なんて珍しいな。何これ、どうやって動かすの。弊害、負け続けたものの弊害。混乱たる講和会議を終え、見事にオマーン領土を獲得した我が私。我が私って気持ち悪い言い方や。地中海の物件を確認していると、地中海地下に2カ国と戦ういい感じの物件を確認。引っ越し感覚やん。幸いにしてスエズ運河は開かれていたから、運河を通って上陸作戦。ほんま上陸作戦好きやな。ブルガリアとギリシャと争っていたユーゴスラビアは急に強国である日本に攻め入られ、困惑。後方の空いた部分をすぐさま攻め落とされ、なすすべなく崩れた。ザレ事かと思ってたけど、割と漁夫の利って強いな。ユーゴスラビア降伏。すごいすごい、やるやんボスちゃん。講和会議読むわがんね。もうこのゲームのセンスがない。でもなんとかいくつかの領土は取れたな。これでよかったのかな。相場よりも低くない？値切り交渉ではないんですよ。ではこのユーゴスラビアの地を足がかりに、絶賛スペインと戦争中のフランスに攻め込む。急に大国になったけど平気か？この漁夫の戦術ならば絶対に大丈夫。そうかな。乗り込むのだ玉砕隊よ。上陸成功や。ただ上陸したけれど、さすがにフランス軍は強い。大国やもんな。溶けたりする部隊も出たけれど、その都度日本から新品を輸送しているから間に合っている。人間の使い方誤ってますよ。トイレットペーパー並みの扱いですよ。一気に100師団近くの入れ替えとかを行ったけれど、そのおかげもあってか、フランス軍を押し始めている。なんであの師団編成で押せるんや。ゲーム的に言えば、戦闘幅の上限をと払っているからね。たくさんが戦闘に関われるんやな。思いのほか苦戦したけども、スペイン方面は諦めて、バリ方面に限って進行したら、そのまま降伏。やるやんボスちゃん。もう講和会議やだ。これ嫌がるやつおったんか。
適当にボタンを押していたら、フランスの全土の割譲に成功。すごいで、ベトナムとかアフリカにも領土ができたで。それでは、少し軍を整えて、地位なる拡張先に進む。次なる？普通に欧州とかアジアやないん？漁夫戦術の有効性は分かったからね。まず、カナダと戦争中のアメリカに宣戦布告。アメリカ？絶対無理やって。乗り込むのだ玉砕隊よ。そして、玉砕隊の身をもってして、この戦術の有用性を知らしめるのだ。時間を少し置いて、ブラジルにも上陸作戦を敢行。なんで強いところと戦うんや。でも見て、アカネちゃん。玉砕隊はブラジル、アメリカにも上陸成功。すごいな、玉砕隊。労働環境劣悪なんやけども。よく考えたのだけれど、漁夫の利ってことは、二分の一国と戦っているということ。ということは、二カ国と戦うというのは、つまり一国と戦っているということではないだろうか。なるほど、わからん。この戦術が機能して、ブラジルは降伏。そして、配備していたドイツにも侵攻を開始。いや、南米の部隊戻してからにしようや。絶対部隊数足りんやろこれ。三つに分けたから平気。ナメプでしかない。南米は、残った中小国の殲滅に移り、南米をはじめとし、アメリカは苦戦しつつも、少しずつ占領地を増やす。ドイツも隙をついたため、順調に進撃。だからイタリアにも宣戦布告。なんでそうなるんや。戦争ベタすぎるやろ。ちなみにドイツは北欧、イタリアはバルカンを有しているため、両方ともに攻め取れるといい感じである。攻め取れる前提なんやな。この漁夫戦術の強さがあればできる。何人たりとてこの戦術を手にした私に、勝てる国はないだろう。ふははは、人生は楽勝である。つけ上がっとんな。早く誰か叩き落としてくれへんかな。ついでに満州を落としたソ連にも侵攻を開始。ソ連は、中央アジアの国と争っているみたいだからね。きっとかなり攻め込めるだろう。そのうち停滞反撃食らうで。よく考えて、アカネちゃん。列強たるフランスを落とし、南米の雄、ブラジルをも降伏させ、アメリカ、ドイツ、イタリア、ソ連にも、現在進行形で勝っている。この調子であれば、まず間違いなく、世界征服は確実。この調子であればな。ほら見てみ、アメリカが少し押され始めたで。だけどまだ誤差の範囲内。アメリカも大打撃を被っているから均衡している。でもソ連も押せてへんし、ドイツの進行も止まってるんやけど。あ、アメリカとイタリアを落とせば変わるはず。イタリア押し返されとらん。あれ、なぜだ。だけどまだ問題はない。丁寧に突出した部分を叩くだけで対応できる。ソ連も押され始めとるんやけど。まあまあまあまだ問題ない。想定の範囲内である。アメリカも南米からの派遣組も合わせて大量に殲滅されとるんですけども。いつの間にか宣戦布告してきたイギリス。すべてはこの国家のせいで、私のせいじゃないもん。欧州がもうしっちゃかめっちゃかや。なぜこうなった。調子に乗りすぎた結果でしかない。わかった。とりあえず欧州とアメリカは諦める。残った全軍を日本に戻して、まずはソ連から叩こう。それもできんで。え？日本占領されとるもん。オーストラリア、いつの間に。